朝もはよから桂沙彩です AM a m 1 0 0八、f m 九三三の ABC ラジオがお送りしています 演芸門のコーナーですこのコーナーは ABC アナウンサーであり社会人落語家でもある私桂沢也が落語や講談浪曲、文楽、漫才などなど演芸に関するこぼれ話をお届けするコーナーです今朝も先週に引き続き浪曲についてお話ししたいと思いますが浪曲を愛してやまない坂田裕樹さんに今週もお話を伺いたいと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします いや坂田さんが本当にすごいのは「好き」が高じてまさか自分で寄せをやっちゃうっていうね、はい、これでも落語もよよくありますよねその落語家さんが本当に好きで、うん、例えばまあ南天さんのことが好きだったら「はい、南天さんうちのお店でやってほしいねん」とかそれで落語会を開催するっていうことよくあると思うんですけど。はい、老極で しかも別にお店とかそういうのじゃなくってシ、はい、アターセブンを借り切ってやっちゃうっていうすごい愛だなって思いました <laughs> 愛でしかそうですねなんか、うん、いやほんま一ちょかみ精神があるんですよねな,るほど <laughs> なんかやりたいっていうでもそれが落語じゃなくて浪曲やったのはやっぱり浪曲が好きやったから、はい、そうですね,ね、うん、やっぱりこの二人 と何かしたいなって思ったのは、ね。京山浩太さん、前山隼人さん。はあ、ね、お二人のことがやっぱり、その同世代というのもあるんですかね。少し下になりますか、お二人は。はお二人の少し下ですね。坂田さんが三十二歳。で、お二人がまだ二十代、ね。二十、はい、代です、二十代半ばなので。で二十代半ばのお二人、京山浩太さんと前山隼人さんが。浪曲寄せでは奇数、はい、好き、偶数好きに分かれて出演されてるんですが。奇数好きが前山隼人さん、偶数好きが京山浩太さんの出演で。 やっぱりこれはあ、ね、あのお二人のこうすごいいいところが見られるそしてチャレンジしているところも見られる、はい、そんな回なんですかね。いつぐらいから始めはったんですかえっ、ー、と3月で第29回ということでしたがはい2周年を去年やったので今2年半やってますね、はい、2年半ぐらいえ、はい、いや最初にね「それやろうよ」って、はい、ど,どんな話からそうなったんですか僕が元々 えー、浪曲の会をやったのはもっとそれよりも前に一度うた、ん、さんと、えー、出ていただいて別の場所で会をやったことがあって<ー>、まあ、そういったイベントとかをまたしたいなと思っててうん、うん、何かアイディアないかなと思った時に、うん、この2人同世代やしなんかやったら面白いかなと思って。最初からお客さんっていうのはたくさん来てくれたもんですか えー、お客さんは最初は初めてやったにしてはと言いますか、うん、まあちょっとどのぐらい来るのが普通か分かんないんですけどもうやってまあ十分ちゃんと入ってるなっていうぐらいには来てくださいましたね<ー>いやもうそれはもう一番最初のゲストが、えー、クジャク師匠来ていただいてああもうそれはクジャク師匠やったら次も文化師匠来てだいてと本当にありがたいことに <laughs> 結構ベテそうなんですそれにこの、ね、若い人たちも、うん もう、うんうん、その曲師さんとね浪曲師さんっていうのはまあコ個チかなと思うんですけれども、はい、最近はなんかその曲師さん三味線を引き張る曲師さんの方が少なくなってきてるっていうのを聞いてるんですけれども、はい、そうなんですかやっぱり減ってますね減ってて、うん、減ってると言いますか増えてないというのが<あ>、まあ、おこの大阪の方の話でいくとやっぱそうですね。 なるほどあのなかなか新しい方がいらっしゃってないので、うん、今のところ大体4人ぐらいで活動されてるんですけどでも浪曲師さんは若手も増えてきてるそうですね,ね少しずつ増えてきててそうですよね、はい、となるとこの2人で1つっていうことで浪曲って成り立ってますから、はい、浪曲を最初見た時には浪曲師 さんの方にっていうのもあってうん、うん、で浪曲イコール浪曲師っていう風なイメージがついちゃったりもするかもしれないですけど、うんはい、いや曲師さんのやっぱ存在ってめちゃくちゃ大きくてうもう本当に曲師さんいなかったらもう絶対に成り立たないしあの本当に魅力的な存在と言いますかね何、うん、とかしてひ多くの人に知ってもらいたいで <laughs> 僕も浪曲をアピールすることで精一杯になってしまってるんですけど。 実はこの曲師さんっていう仕事は技術ももちろんいるし、ええ、すごい縁の下の力持ちっていうんですかね浪曲<ー>成り立つには欠かせない存在で。そうですよ、ね、セリフを言っている時は短歌のところっていうのは浪曲師さんお一人で喋ってるんですけれども、はい、その節を回す、まあはい、歌のようなところでなるとうん、うん、必ずこの三味線が入ってきて、はい、でまたちょっと掛け声というか。はい そうです。そうです。あれがやっぱあるからこそ、浪曲さんも気持ちよく、うなれるんですかね。そうですね。あの、おしゃべりしてるみたいな、あ、うん、こみたいな、そこでも、あの、間を埋めるように。はあ,はあ。あの、三味線を引かれてたりとか。あと、時には、そこの情景を、えー、描くように、うん、あの。 僕もそういった三味線の言葉とか詳しくないんですけど多分落語だったりお囃しさんとか弾いたりするような形で雰囲気の出るような音楽をそこの場で雪の降ってる場面やったらそれに合わせた情景の音楽を弾いたり的な感じででってはることすねそういうのもあってでフシの歌のような部分になるとそういうメロディーのようなものを弾いてどんどん場面を盛り上げるといいますか。 まあそれも浪曲師大体先導で浪曲師がやりたい節にそこにちゃんと合わせていくっていうもう浪曲って楽譜がないので本当に2人の息のあった浪曲師に合わせてあの見事に合わせていくっていうんですかね合わせていきながらも引っ張っていく部分もあって。 さんなんかね創作の浪曲もされてたりするじゃないですか。と、はい、いうことはその節も新たにこう作ってさくらさんとこうそれも1から、まあ、ゼロからかゼロから作り上げていくっていう感じなんですかねえと節はもともとある節はやっぱり使ったりとか節を完全に作るっていうのはうん、うん、う本当にそれは浪曲師のちょっと僕が言ってるのが分かるんですけど目指すべきところと言いますか。は 浪曲、まあ浪曲の節にはいろんな節があるんですけど、うん、その人の名前の付いた節とかあるんですよ格<ー>子節とか格子若節とか奈良丸節とか、うん、いろんな人の名前が節があって,そ,て、まあ、その人がやった節と言いますか落語で例えて申し訳ないですけど米朝落落語語とととかかもここうういうことですね、はい、う名人になっていくというその節が。 その節がスタンダードといいますか一個の型として出来上がってそれを今の人もちょっと使ってみたりとかその節を入れたりとかでみんなやっぱりその一つ自分の名前の付いた節を作るといいますかなるほどわかりましたもうこれはあれですねやっぱり節というものをきちんと聞いて老曲を見に行った時には。 ああこれが隼人節かっていうのをう勝手に思っておいてでもそれがもしかしたらお客さんが思ってたものがどん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 隼人がベテランになっていくコートさんがベテランになっていった時にそうなっていくのかもしれないですもんね。<はい S 1> そううですねだからまだ完璧にささんもコートさんももも自分ののっていうものを作って 利上げてはいないと思うんですけど、うん、これから自分の節を、やっぱ作っていって。うん、あの自分にしかできない老曲。老曲って本当に個性の芸。なので。うんうん、師匠から教わったものを、そのままとか、うん、師匠がやってたこと、そのままでは、ではないんですよね。ね自分で作っていく、で、さらにいくと、その曲詞。と作っていくみたいな。うん、な曲詞さんとの、やっぱり。影響もすごく大きいので。 自分にしかないものっていうんですかねの今の浪曲師だけのものを作るっていうのは。だからちょっと伝統芸能とは違う感じですねとはちょっと違う部分が<ー>あ,の、はい、あるかなと思いますね。い面白いということはやっぱり毎月重曹浪曲に行って、はい、お二人の節というもの <laughs> 出来上がっていくものを見ないと駄目ですね。 もうはい、あそういうことだ、えー、4月はですねもう決まっております4月9日金曜日19時から、えー、こちらは偶数ーー月ですので京山浩太さんの出演となります曲詞は一夫手葉月さんゲストは落語家の桂ベーさんで、えー、ご予約いただいた方がいいと思います電話番号申し上げます06486277330648627733 四八六二七七三三料金は三千円です重装労局ってインターネットで調べたら出てきますかねあはいすぐあの、ね、一番上に出てきますのではいあの見ていただいてホームページにもね、えー、ご案内があると思いますのでよかったらチェックしてみてください。 すごいですねやっぱり重曹浪曲を作ったっていうのが坂田さんの本当に大きな大きな功績ですね <laughs> ありがとうございますいや本当にどうもありがとうございました浪曲についてすごく詳しく知ることができましたのでまたぜひとも私も遊びに行きたいですしぜひお願いしますはい坂田さんも遊びに来てください、はい、ありがとうございましたありがとうございました本日は浪曲についてご紹介いたしました